はい、2018年7月、はい、平成の夏、平成の7月ナンバーワン、撮らせていただきました日崎です。よろしくお願いします。まあ誕生日ってこともありまして、まあ皆さんに応援していただいて、まあナンバー復帰もしたっていう手前、まあナンバー取れてよかったんですけど、まあまあ、夏も終わりってことで、まあ8月ゆうせいさんバースデー終わったってことでね。あっ、はい、もう9月のインフォメーションしたいなと思って、まあ9月何があるかといったら、まあ東と西の東西対決。イエーイ、マジで嬉しいな、東西対決。いやいやいや、こっちも負けへんで。いや、まあ負けへんで。出身これは出身地ですね。東の出身地の方と、まあ西の出身地分けまして、まあちょうど、まあ、真ん中で隔たりなくいい感じで分けさせていただいて、それのトータル1ヶ月の売り上げで、まあ、対決して罰ゲームなり報酬なり、まあいろいろ決めていきたいなというイベントを、はい、まあ東代表の山本さん、はい、部長と、まあ西代表の志望幹部と、はい、まあやらせていただくわけですけど、まあ二人のね、意気込みを聞きたいなと思いまして、はい、まず東からね。じゃあ伊勢お願いします。お願いします、本当に。はい。いやー、マジで甲子園では大阪桐蔭に東日本が負けましたけど、それのリベンジで秋田ね、秋田からしょうがないね、ちょっと、ね、はい、西田さんも負けてしまいましたけど、歌舞伎町では東日本がもうスーパー余裕で勝たせていただきます。イエーイ、何を言ってんすか、ゆうせいさん。かかってください。まあ、そうは言っても、ゆうせいさん、日大三高っていう、まあ、甲子園ではすごく応援されてて、まあ、僕はもうその目の当たりにして、逆にあんまり甲子園、興味なかった人間がこんなにも触発されてて、そうだね、後半、俺も一緒にね、一緒に見てましたけれども、はい、ゆうせいさん、西東京、日大三高、まあ、金足農業に敗れましたし、プラスですよ、うち、まあ、僕、大阪出身なんですけど、まあやっぱ桐蔭が勝っちゃったエリート軍団集めますよ。エリート軍団集めて金足ばっかりこうね冷やかされてますけれどもね、勝ち上がってるんですよ、あの子たち。だってものすごい数から選ばれた、ね、そうですよ、西は強豪が多いからね、当たり前ですよ、勝ち上がってますから。西の人間っていうのはやっぱりそんだけストイックにね、ストイックに、かつやっぱり僕たちはもう、偉そうだよ、負けませんから、負けませんから。東の人たちはみんななんか、ね、東は謙虚だから。そう、いや、おしゃれにおしゃれにおしゃれに泳がれたら決めんけど、飛んじゃってまったまった、もう絶対負けないから。そう、でもその謙虚さがやっぱニュースとかでもね、確かにフューチャーされてるのが2位だからね。まあそうなんですよ、ね、優勝するのが、まあそうなんですよ、フューチャーされてるのが、勝ったもんが強いんですよ、結局。まあ西は負けませんから、特にホストの業界はね、結果が全てなんで。おっしゃるとおりです、負けないように任せてください。僕も東の一員としてね、負けない、いや、そうです、はい、まあもう本当に西の子には負けない、はい、いやいや、負けません。ちなみに歌舞伎町は西日本、西じゃなくて東なんで担任のところで年間ナンバーワン。いやいや、年間ナンバーワン、ね、まあもちろんね、はい、代表、まあ強敵ですけれどもね。いやいや、まあ西もね、いやいやいや、まあ強豪揃いがいらっしゃる、はい、バランスよくね、バランスよくで、はい、まあ一人一組でも、そうですね、お客様はね、一回足を踏み入れるだけでもまあ順位は変わってくるぐらいの、はい、まあ切磋、まあいいバランスでね、取れて、いいバランスで、まあ結局はやっぱり、まあ関西というか西が強いんだっていうところ、はい、まあ思い知らせてやります。まあそうそうね、まあ、はい、気持ちも伝わったことで、はい、そうそう、締めさせていただきます。はい、じゃあ来月9月と、イエーイ、東西対決ありますんで、皆さんこぞって足を踏み入れていただけたら、お願いします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 。東負けねえぞ、西が負けんぞ、東なめんな、西はなめんな、なめんな、なめんな、じゃあねー、待ってまーす、待ってまーす。